タミヤの、12分の1オートバイシリーズナンバー142ホンダダックス125タミヤリミテッドエディションです。はい、金色で塗装しました。ものすごくよくできたバイクプラモデルです。はい、いろいろプラモデルありますけど、バイクプラモデルはメカニカルで楽しいですね。ぜひ挑戦してほしいです。おはようございます。2024年9月23日月曜日、秋分の日の振り替え休日です。舞鶴電動工作室です。お客さんからこのタミヤのホンダダックス125をですね、金色で作ってほしいというオーダーを受けまして、ようやく今日完成しました。夕方引き取りに来られるって納車する予定です。さすがタミヤ、めちゃくちゃ作りやすかったです。タミヤスタンダードという言葉もありますけど、めちゃくちゃはめ合い精度が良くて、仮組みすると接着剤いらんのじゃないかというぐらいぴったりパチパチと組めます。それからですね、メッキパーツの質が素晴らしく良いです。はい。それからですね、バイクのプラモデルなんでパイピングという特徴的なものがあるんですけど、これがまた素晴らしくうまくぴったりいくんですね。全然無理がないんです。ゴムパイプの素材までいいみたいです。はい。だからバイク模型らしく、エンジンとかマフラーとかサスペンションとかレンズとかハンドルとか、そういう造形が楽しめますね。確かに部品点数も少なくはないんですけど、これだけピタピタいくと文句なしだと思います。はい。さすがタミヤ、恐れ入りました。おすすめです。おはようございます。舞鶴電脳工作室です。2024年9月23日月曜日、秋分の日の、第9です。タミヤの新製品ダックスです。これを作りました。すごい量のミスが入っています。ドライバーまで入っていますね。すごいな。はい、とてもいいキットです。おすすめです。で、モンキーの方がタンク大きいんですね。はい。おお、同じモンキーも作りたいな。とってもいいと思いますよ。
タミヤのホンダダックス125 12分の1です。お客さんのオーダーで金色に塗装してみました。はい。昔は 50cc、70、90とありましたね。まあ、ダックスはモンキーよりライディングポジションが楽なんですけど、まあ、タンクが小さいのがというのがありますけど、街中で走るには最高のバイクですね。